今ですね、47都道府県ワンマンライブツアーを今年7月7日からスタートするので、それに向けてね、たくさん活動しているんですけれども、今日はその手売りチケットも持ってきております。ここ埼玉のね、ライブもございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では始めていこうかな。 OK、 それでは1曲目、この曲から。愛とか恋とか、月曜日の朝、憂鬱な気持ちも君と会う日を思い浮かべれば、いつもの道に優しい風が吹き、心を弾ませ今日が始まるよ。昔は聞かなかったの歌や映画や香水の匂いでさえも、君が好きなものってだけでさ、どうして僕も好きなんだろう。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらい愛してるが、溢れ出して止まらない想い、君も同じから、ずっと雨浴びて今すぐ走ってないように、離さないから抱きしめたいよ、ずっと。めくって近くに君を感じて励まされ、携帯に映る君からの通知を開く時間に笑顔になれるよ。僕の腕で君が眠る夜は、夢でもいつでも君と過ごしてた。次歌っていきたいと思いますので、どうぞ楽しんでてください。今日いちか初めましての方はどのぐらいいらっしゃいますか？お、初めまして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 、ありがとうございます。え、それ以外の方は初めましてじゃないの？なんと、まあこんなにたくさんの皆さんにお会いできてめちゃくちゃ嬉しいですね。今日ちょっと初めましての方からね、先にリクエストの曲を受け付けようかなと思うので、ちょっと考えておいてください。よろしくお願いします。 OK、 では
これを歌おうかな。どれだ、これか。皆さんも多分一度は聞いたことがあると思われます。だいぶ暖かくなってきましたね。めちゃくちゃ過ごしやすいわ。皆さん、改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。よろしくお願いします。
南越谷は今回で2回目の路上ライブです。だいぶお久しぶりですけども、次の曲はそんな南越谷で歌った時にたくさんの方に聴いていただけた曲です。 YouTube でもものすごい再生回数を、いただきまして、私自身この曲で人生変わったと言っても過言ではないので、今日はたっぷり気持ちを込めて歌いたいと思います。聴いてください。月見草。Bye.
私にとってもすごく思い出深い、曲になってます。ザ・カラオケバトルという番組で歌って優勝させていただいたり、ご本人様と自分のね、ゼップダイバーシティのワンマンで歌わせていただいたりとか、もうたくさん歌いました。この曲500回ぐらい歌ってるんじゃないかな。はい、そんな思い出の曲です。ありがとうございました。皆さんよかったらぜひぜひね、ちょっとお時間が少しでもあれば乗り換えのね、合間のタイミングにでも聞いてっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。改めまして、市川ひかりです。よろしくお願いします。今年はなんと、7月7日から日本全国、北海道から沖縄まで47都道府県でワンマンライブツアーを開催します。あ、気持ちいい。ありがとうございます。はい、埼玉も来ますよ。皆さんぜひぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。チケット今日ね、手売りチケット持ってきてますので、終わったら、ぜひお声かけください。じゃあ最近流行りの曲も歌いましょう。まさか挙手よろしくお願いします。歌えなかったらごめんなんだけどね。はい、いらっしゃいますか。これアイス食べてんのいいね、最高だね。この気温でアイス食べながら路上ライブ
最高じゃないですか。フェス今日フェスかな。はい、リクエスト、はい、ストラス、ストラスはサビなら歌えるかもしれない。ちょっと挑戦してみますね。もう1曲ありますか。じゃあストラス多分ね全然フルで歌えないんで2曲フルでいきます。じゃあ初めましてじゃない方からもどうぞ。赤い糸、赤い糸、 OK です。青空はちょっとね音源が微妙なのでごめんな。マリーゴールド、ある？他に。大根、大根、え、なんて歌えます？あ、考えますわ。びっくりした。急に歌いますって言ってくれて一緒に歌うみたいな感じかなと。 OK です。ストラス、ストラスなんか持ってた気がするな。ここからちょサビだけ失礼させていただきます。ちょっと歌詞のないわけ。まっすぐに飛べ、飛べ。皆さんよかったらぜひ聞いていってくださいね。あの写真動画私フルフリー素材なのでもう何でも上げていただいて大丈夫です。ちょっと社会の窓が開いてる時とかはあの遠慮していただけると嬉しいんですけども今日は大丈夫そうです。OK。 じゃあ赤い糸。ここで初めて会ったのか二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった僕の最初のスウィル・ガーフライ。誕生日だと笑って
から蕾だった花一つに華やかな花ひらがなに光と書いて石川ひかりです。よかったらお時間あれば聞いていってください。今年はね、7月7日から全国ツアーやります。47都道府県で47回ライブやりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。今日もチケット持ってきてるのでよろしくお願いします。早く帰らなきゃいけないけどチケット欲しいみたいにおっしゃってくださってる方がいたら、フライヤーを配ってるスタッフがおりますので、そのものに声をかけていただきますと嬉しいでございます。どこにいるのかわかんないんですけど、ちょっとその辺にいます。ちっちゃい黒い子です。あそこにいますね、はい、ちっちゃい黒い前髪がビシッて揃ってるマネージャーです、はい、最近それいじるとちょっと怒られるんですけど